皆さんこんばんは、ジョネトロダムスフライデー、今週も人類滅亡。はい、ということで滅びそうで、そうですね、すごいですね。今これ収録しているのが大体お昼頃、まあ、前場が終わった後でですね、まだ5番開かれてないんですけど、まだ分からないですね。今日はですね、ジョネトラダムスフライデーナイアガラスペシャルということで、そうですね、ナイアガラスペシャルです。ナイアガラトライアングルだとね、大滝栄一さんなんですけど、ナイアガラスペシャルなんで、はい、別です。別なんですね。はい、ということをお届けしたいなと思うんですけど、まずはね、ニューヨークがね、昨日下がったんだよね。はい、うん、あの一時700ドル安ということでね、結構行きましたね、はい、結構行きました。で、その前ね、あの、まあ、昨日ですよね、あの日経平均下がりました、はい、でその前、日銀の政策決定会合の後、はい、上がったんですよ。上がったんですか。そう、500何十円か上がったの、はい、で翌日いきなり1300円安からの、まあ、ちょっとリバウンドして975円安が昨日ね、はいはい、ね、で昨日あの1000円安だったら、はい、あのジョネトラダムスからの秘密のメールを出そうと思ったんですけど、はい、ギリギリ975円安惜しかったです、ね、昨日は出なかったんですよ、はいはい、で今日、まあ、おそらくこれね、終わってる頃には1000円安以上はまあいってるでしょう。現時点ですマイナス1700円で、そうですね、一時、2000円安までいってるんでね、はい、なんで、まあ、1000円安は硬いなというところ で、ね、まあ、夜9時からあの配信しますので、はい、ね、まだあの登録しない人、ね、八重洲イブニングクラブぜひ登録してもらいたいんですけど、はい、で日本株バンバンで下がってね、はい、でこれ日銀のせいだみたいな感じでみんな湧いてたんですけど、はい、ニューヨークも下がってた、そうですね、いうことなんで、はい、あのでなんかあれでしょう、イギリスの中央銀行も利下げすると、そうなんです、ね、あの BOE ね、イングランド銀行利下げということなんで、はい、あれと、これ日銀のせいなのみたいな、そうでもなさそうに見えてきますよね。日銀のせいでここまでの騒ぎを起こしたんだと、俺逆にすごいと思います、はい、日本経済ね、すごいと、はい、どんだけ日本経済世界支えてんだみたいな、そうなっちゃいます、ね、話なんですけど、はい、ちょっと違うのかなと。なうん、まあ日銀がそういうことやったところに、まあ、アメリカの株安か重なってみたいな、はい、まあありてえな解説もできますけど、はい、ちょっとそれも違うのかなと、若干違いそうなんです、ね、どうなのみたいなね、はい、でまずあのちょっとその、まあ、ニューヨークダウの方なんですけど、はい、これまあ日経新聞ね、昨日のニューヨークダウは大きく下げたと。で新規失業保険申請件数が予想を上回ったと。でアメリカのサプライマネジメント、協会、まあ、ISM のですね、製造業景況感指数も弱かったと。で各項目別ではですね、まあ、価格指数が上昇しインフレ圧力が残ることを示したと。で指標を受けて、まあ、債券市場が急上昇、債券相場急上昇、はい、まあ、金利が下がったんですよね、 4% 切ったってますね。で FRB による利下げ観測が広まる、強まるが、市場の一部では前日の FOMC で利下げしなかったことへの質問もあったようだということなんですけど、まあ、これはおそらくね、まあ、やんないですよ。やらないですか、うん、あの今月はないんです。もう9月なんです、はい、9月の利下げなんです。もうサプライズなしでいくと思います、はい、であのサプライズなしで9月利下げなんで、なんで日銀がまあ今月利上げだったのかなと、ちょっとずらして、ね、今月か先月か、はい、先月利上げだと思う。なんか7月利上げあるかもよと俺結構言ってましたよ。そうですよね、そう言ってたんで、年に2回っておっしゃってました、ね、そうそうそう、一応年2回なんか下手すと年末も変わるよぐらい言ってたんで、はい、一応まあ最悪のシナリオとして予想というよりはね、はい、もしされても大丈夫なようにしてくださいって、まあ八重洲の会員さんにずっと言ってたんですけど、はい、まあ、当たったじゃんみたいなふうにも言ってもらえて、そうですよね、いやありがとうございます。別に当たったわけじゃないんですよ。いやでもすごいタイミングでしたよね、うん、あるかもよっていうことで、まあその言ってたんですけど、でまああの FRB の方もまあ9月利下げ観測はまあほぼほぼ行くでしょう。8月に、8月って FOMC あんのかな、わかんないけど、あの8月にやったらサプライズ、はい、まあまあ9月、まあ、ほぼほぼ間違いなく行くのかなということで、でまあイングランド銀行も利下げでしょ、ね、でしょ、だちょっと世界のちょっとモードが少し変わりつつある。でこういう潮目の時にはですね、まあ、大体あの大きなボラが、なるほど、でっかいボラがですね、ボラってこんなに大きいんですね。4120みたいな電話しちゃうんですか、うん、そうそう、4126で間違えた、はい、良いフローだから、あ4126、4126、大変なことに、バシャバシャ知ってます、これ鳩屋の宣伝なんですけど、鳩屋ですか、うん、伊東に鳩屋っていうね、ありますね、あの昭和のでっかいホテルが、伊東に行くなら鳩屋、あ、それです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 、はい、海底温泉があったり、はい、そうです、そうです、あれでこうやったね、こうやってるんですね、魚こうやっ て、そうなんですよ、こうボラが、まあ、こんなでっかいボラいないですけど、そうです、ボラせずこんなもんだから、あ、そんなちっちゃいんですか、まあまあまあでかいですよ、ボラあのよく跳ねてますよね、お、うん、よくこうボラが跳ねる中であのちょっとサーフやったりとか、ね、してますけど、なんで跳ねんだかよくわかんないですけど、なんですかね、すごいよボラ、もう本当にボーンって跳ねてきて船にぶつかりそうになるぐらいにすごい飛ぶんですけど、まあまあどうでもいいんですけど、敵視してるんですかね、こう、まあ、なんかよく攻撃を、攻撃してるのがね、なんか、なんで飛ぶんだかもよくわかんないらしいんですけど、まあ、今日本当にボラがビチビチビチ飛んでますね、昨日からボラがビチビチビチって、でもボラがビチビチってなってもいつかビチビチは終わるんですよ、そうなんですよ、いつ終わるか
誰にも分からないです。それは分からない、ね、今日の午後もこのね、放送をしてる時にはね、このまあアップされてみんなご覧な、皆さんご覧になってる時には終わってるかもしれないし、来週に持ち越しかもしれない。なるほど、分かんないですねこれはね。なんとも言えないんですけれども、はい、まあだから昨日そういうことで、まあニューヨークが下がり、はい、そして今日まあ日経平均がですね、まあ急落ということで、これもまあ、日経新聞に記事があったんですけど、はい、日経平均急落、一時2000円超安と、米景気減速に懸念ということで、なんかもうちょっと日銀の話がどっか行っちゃってる。そうですね。ね、あの景気減速に懸念っていう、ね、話、はい。これもでも実は、まあ、あの、まあ、まあ、あれ、まあ、いいか、今日は、はい、今日はもういいか、ね、ナイアガラスペシャルだ、ね、はい。いや、これ言ってたんですよ。思ったより悪いんじゃねって。はい、もう1ヶ月、2ヶ月、まあ、1ヶ月前ぐらいからな、はい、あの。思ったより悪いかもしれないよと。で、この後どうなるのってところは、9月にですね、すべてはニューヨークで明らかにします。なニューヨーク講演会ね。あ、大丈夫、大丈夫ですか、ですか、名残が、名残が、名残がちょっと、はい、ちょっとね、体調悪かったですよね。エアコンでちょっとやられました。やられました、ね、はい、9月の6日にね、ニューヨークマンハッタン、はい、日経会館で講演をさせていただくんですが、はい、まあ、全てのその謎はですね、そこで解けるんですね。解けるんですよ。なるほど。だニューヨークまであの聞きに来ていただいて大丈夫です。今回ですよ、無料なんです、無料、はい、無料、あの現地集合、現地改札、そうですよね、場所がニューヨークですから、ね、ニューヨークはあのグランドセントラルの近くなんで、はい、はい、あのトランプさんのほらね、あのあれですよ、グランドセントラルの上があれでしょ、あのなんだっけ、マリオットじゃない、なんだっけ、なんだっけ、忘れてた、ホテル、はい、ホテル、リッツカールトンじゃなくてマリオットじゃなくてなんだっけな、ハイアットだ、ハイアット、グランドハイアットだ、グランドハイアットがあって、あのトランプさんのやった案件ね、はい、であのすぐ近くです、あそこは歩いて行けるぐらいのところ、すごいところですね、ありますので、はい、だからあのフィフスアベニューとかのこうブランドショップとかもすごい近くですので、いいところですね、ニューヨークにお越しの皆さんはぜひね、はい、来ていただき、なかなか行けないですね、はい、9月6日、夜、6時7時かな、夜6時だから7時だから、はい、まあ、あの宣伝してるんで、あの八重洲でもなんかいろんな僕のツイッターでも見てもらって、はい、お越しいただけると嬉しい、そうですね、まあ、そこで全てのアメリカを、ね、大予想したいと思うんですけど、ちなみに去年、はい、大予想したんですよ私、はい、で去年はまだインフレ率すげえ高かったんですけど、はい、去年私がそこで言ったのは、まあ、いろいろ言ったんですけど、まあ、アメリカはあのインフレを克服すると、なるほど、うん、間違いなくアメリカはインフレに勝つと、はい、やっぱ克服しましたよね、そうですね、ね、してでむしろ今ちょっと景気が悪くなり始めてると、はい、ブーストがいるんじゃないかみたいなね、なるほど、まあ、感じなので、はい、まあ、おそらく、まあ、来月か今月様子見、はい、来月やるかなと、で場合によってはまあこれもね、まあ我々はもう2ヶ月前の情報ですけどね、はい、あの、井出康之先生がね、あ、いらっしゃいましたね、あのね、あの来た時にね、はい、言ってましたけど、FRB はまあ多分3回やるんじゃないかと。で、これもね、私も前から言ってたやつですよ、はい。日銀は2回、FRB3 回で、で合計だから 1.25% ぐらい金利差が縮まるので、で、それが将来あるってことが分かってる状態で、はい、なんでヒャッハーして円売りすんだよと。まあ、そうですね。うん、いつこれ反転するか分かんないじゃん、みたいな、はい。でもね、大体相場の最後転換するときって、やからがめっちゃヒャッハーすんのよ。そうなの、ドーンって行くの。はい、大丈夫なのと、もう、はい、あのチキンレースみたいになるわけ。もう本当にあの壁に向かって全速力みたいな感じで、はい、いや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 、このまま見たらぶつかっちゃいますよ、みたいなところで、ぐんぐん加速していくのよ。危ないじゃないですか。そう。で、最後逃げ遅れて使って、ドーンみたいな。わーってなるんですね。なるんですよ。でも最後まで粘ると、まあちょっと儲かったりするんで、まあ、やっぱすごいですね、市場ってね。やっぱりみんなが走ると走りたくなるんですかね。走りたくなるんで、やっちゃうんですよ。はい、だから、危ないですけどね。そうそう。だそういう流れの中でですね、まあいろんな転換点、まあ日本もほら、ね、金融政策の転換点で、まあすでに3月から転換点迎えてたんですけど、はい、ね、利上げ現実にされるとですね、って感じみんななるわけですよ。はい、そのがこのぶん投げにつながり、ぶん投げが奇跡を起こしていると。はい、いうことなんですよね。すごいタイミングでしたね。すごいタイミングでしたね。はい、で、2000円安で、で、いわくね、米景気減速に懸念と日経新聞は書いてるんですけれども、はい、まあ、東京市場続落と、一時2000円超えて 5% 安ね、はい、36,100 円台まで下げたと。久しぶりの金額ですよね。ね、取引時間中、まあ、いわゆるザラバですね。ザラバでは2月上旬以来の安値水準と。アメリカの景気減速懸念から米株が急落した流れを受けて、まあ、東京市場も下がりましたと、はい、でまあいろいろね、あの半導体企業ね、あの東京エレクトロンとかね、あとなんか三菱 UFJ フィナンシャルグループとか日立製作所といったですね、主力、これ難しいね、日立製作所、あ、結構日立製作所、結構早口言葉です、ね、日立製作所、ね、あ、やばい電池がなくなりそう、あ、大変です、やばい、ちょっと待って今緊急事態です、はい、ちょっと今から充電しますので少々お待ちください、なぜこんなことが、今持つといいんですが、持ちます、はい、大丈夫ですか、これぐらいなのかもしれない、危ない、ケーブル来ました、ケーブルが今来ました、はい、はい、ちょっとすいません、危なかった、気がついてよかった、やばい、急に来ましたね、ですね、よ、
はい、これで大丈夫ですか、はいはい、充電しました、はい、これで大丈夫、ああ大丈夫でした、セーフ、危なかった、今日はいろいろありますね、そうですね、予想外な出来事が、さすがナイアガラスペシャルということですね、はい、はい、で、日経平均の下げは2日で2000、2日の取引時間中の2000円安を含めて2日間で3000円程度と、7月11日の終値ベースからの下落率は 14%、調整色を強めているということ、まあ、14% ぐらいの調整だとね、はい、まあざっくり 10% ですよ、なるほど 10% ですか10% の調整は年に1回ぐらい起こるので起きましたね、まあ年1ぐらいで起こったかなと、はい、まあでも 30% ぐらいの調整だと5年に1回ぐらい、なるほど、うん、半年、そういうことは起きましたね、そう、半年になることは10年に1回ぐらい起こるので、そうなんですか、だってほら2020年コロナショックの時1万6000までいってるよ、はい、そうですよね、そうそうそう、はい、ぐらいのことはまあ起こるので、はい、まあ、そんなに驚いて、まあ、問題はこの後ですよ ね, ですね、この後どうなるかということです、はい、で、市場では米景気の減速懸念が強まっていると、で失業保険の申請件数が市場予想を上回ったとか、はい、銀行株など景気に敏感株を中心に売られたと、 NVIDIA も売られたとか言ってますよね、あ、そうなんですね、はい、あと外国為替市場で円高ドル安傾向も日本株の重しとなっているって、え、おかしいな、日経新聞円安が日本企業を苦しめてるって記事書いてた、そうですね、ついこの間まで、あれ逆にもう、もう円高の方が苦しめてですか、そうですね、一体どっちなのみたいなね、はい、不安定ですね、そういうような感じですね、あとは FOMC で利下げが決まらなかったので、まあでも9月の利下げの可能性を示唆して、はい、うぬんかんぬんと、いうことですね、日経平均の予想変動率を示す日経平均ボラティリティインデックス VI は一時28まで急上昇と、当日価心理の悪化を、示すとされる節目の20を大きく上回ったと、いうことです、さらに株価変動率をもとに資産配分を決めるリスクパリティ戦略を探る機関投資家からの売りも出たようだと、まあ、あの自動的に売るんですよね、下がると自動的に売るっていうのがあるので、なるほど、まあまあまあって、でね、これに関してね、はい、日経新聞の両親滝田洋二さん、はい、ワールドビジネスサテライトね、卒業されてしまいましたけど、滝田さんはね、こんな風にね、書いてます。まず1、金利ある世界を生やしていた政治家やエコノミストはいきなり冷水を浴びせられた格好です。FRB が利下げを急ぐ裏には、米景気の、失速懸念があり、だからマーケットにおかんな走っていますと。で、2番、唐突に思われた日銀の利上げは、米景気が分給を告げる前に、自らの金融政策の舵取りをするのが狙いだったよう、遺憾ながら、米経済についての質問は、まばらで、上田総裁の回答はソフトランディングを語るのみと。うん、あのろくな質問出なかったと記者からね、はい、はい、で3つ目、肝心の米経済の軟着陸シナリオが揺さぶられているとしたら、今後の日本経済にも暗雲が漂うことに、よもや2000年8月のゼロ金利解除の再現になりますまいか、株式市場の夏の肝試しが本番を迎えていますと、お、夏ですからね、なるほどね、肝試しどうなるんですかね、やばいですね、お化けとサマーラリーは出た試しがないということなんですが、そうですよ、はい、別の意味でお化けが出そうですね出てしまったかもしれないんですけど、まあ滝田さんお言葉ですけどね、あ、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、今日、私も吉田さんも、はい、KKD しちゃいました、しまいました、そうなんですよ、ここだー、ここですか、ここだーって感じですね、来ましたよね、来たね、なかなかこの金額にはならないな、うん、なかなかね、そう、2日で3000円下がることってなかなかないので、ないですよね、まあここはちょっと入れとかないとダメかなとと思いました、うん、ただ KKD も買い方がありましてね、はい、そうですね、 KKD 用のこう弾薬、はい、ね、まあ、倉庫にまあ山積みしてあるわけですよ、はい、言っちゃなんですけど、 そうですね、それを1個持ってきてガチャパーンって打っただけなんで、はい、また下がったら持ってきてガチャパーンって打つんですよ、はい、何発打てるかってところでね、そうですね、全部持ってきてドカッとやったらいけないんですよ、そうそうそう、前段発射だとこれきついんですよ、はい、前段発射はやめた方がいいです、はいはい、まあせいぜい、そうですね、まあマックス3分の1ですかね、3分の1ですか、うん、KKD は3連発っていうね、なるほど、ことわざもあるぐらいなんで、はい、まあやる3連発いけるように調整をしながら、うん、という感じかな、はい、まあ、大体ね、あのこういうまあ短期にドカーンって動くときってオーバーシュートしてる可能性が高いんですよね、はい、だから今日2000円のところで KKD した人はもうあのちょっとあの儲かっちゃってる感じに、はい、300円ぐらい上がってますからね、そうですよね、だってあのね、マイナス2000円までいって700円まで戻ってます、はい、1700円までもう戻ってますから、はい、この時点で300円プラスなんですけど、はい、5番これがマイナスになるかもしれませんけど、ありますからね、どうなるんですかね、またマイナスになったら倉庫からもう一発持ってきてくださいですね、はい、というふうに、まあ、やるのがポイントです、はい、でそれはもうちょっとタイミング見てやるので、
まあ、結構難しいんですよ。そうですよね、うん、だってこの後もっとでかい下げがある、あの前触れかもしれないですから、ね、今回のって、はいね、なので、まあ、何とも言えないので、まあ、なんていうんですか、まあ、弾はね、できれば10発、はい、20発用意しておいていただいて、はい、で自分が買ったのからもう1000円下がらないと次の1発打たないぐらいの感じでこうずっと待ってれば、はい、ルールを決めた方がいい、ね、そうそうそう、ルール決めてやればまあ大丈夫かなと、はい、でそういうのがもうめんどくさいって人は、まあ、前に言ったようにですね、ドルコスト平均法で拾い続けるのがいいのかな、はい、あの多分ね、滝田さんおっしゃる通りで、まあ、経験則的に言うとこれだけショック1回ドーンってなるとね、はい、レンジ1回切り下げるんですよね。なるほど。でね、切り下げて揉むんですよ大体。で揉んでる間にあの逆にこう自動運転の人は拾えるの、はい、うん、あのピークでは食えないけど、はい、あの頭と尻尾って食えませんから。あ、そうですよね。頭と尻尾食おうとか思わない。今日もだ2000円安の時とかに買うなんてほぼ無理ですから、はい、ね、なんでざっくり、まあ、昨日買わなくて今日買ってよかったねと、はい、だから昨日からのマイナス1000円よりも下で買った人はまあ大体成功だと私は思います、はい、そうですよね、うん、ざっくりそれぐらいで買って、はい、でまた次の玉持って待ってると、はい、ね、で買ったのから1000円下がったらもう一回買うと、もう一発入れると。だから今日ちょっと高めに買っちゃった人は5番もうちょっと下がって、はい、その買ったのに1000円安ぐらいだったらもう一回入れてもいいかなと思いますが、はい、そうですね、思いますが、まずちょっといくつか条件があるんですよ、これ。なんでしょう？今日はちょっとそうスペシャルなんで言っとくと、はい、まずその倉庫に入ってる玉の量なんですけど、はい、自分が持っている総資産の 1% 以下にしてください。なるほど。 KKD 倉庫の弾薬量はですね、はい、1% 以下です。詰めすぎちゃいけないんですか、はい、100万円持ってる人は1万円です、倉庫にある玉は。はい、1000万円持ってる人は10万円、はい、1億円持ってる人は100万円。意外と少ないんですね。意外とそんなもんです、はい、それ以上やっちゃダメです、はいはい、なのであの安いやつ買った方がいいんですよ、あの、はい、なんていうの、売買単位が。なるほど。ほらあのなんていうの、4000円ぐらいでさ、はい、トピックスのインデックスとか買えるやつあるじゃん、ありますね、うん、でああいうの買った方がいいんですよ、はい、4000円ぐらいのやつをこう買っていくと。なるほど。ぐらいにして、はい、これまずこれスケールがあるんですよ。作戦規模はこんなもんです、はいはい、KKD っていうのはもうあの 全部隊の 1% 以下でやる特殊作戦ですから、はい、なるほど、ね、あの多くてもいけないですから、ね、そうそうそう、プーチンみたいに特別軍事作戦とか言って全力投入とかするのも、はい、ああいうイメージなんですよ、はい、3日で片付けてやれると思ったらもう泥沼塩漬けみたいな、ね、ことになるので、はい、あくまでもこれは特別軍事作戦なので、はい、総戦力の 1% 以下でやってください、はい、で次にその総戦力の 1% 以下ってやったら、はい、まあ、それはそうですね、最低3で割ってね、で、まあ先鋒中堅ね大将みたいな感じで、ね、こうやっていただくといいのかなと、はい、まあ、全部は3分の1ずつでいいと思います、はい、まあ、大体3回以上とかちゃんと来ないからね。そうですよね、まあ、今日の水準からもう1000円下げるっていうのはなかなかないですよ。まあでも来たら行きますけどね、はい、うん、来たら行きますけど、俺こっから1万円下げても大丈夫だから用意してあるんで、ね、すごいですねぐらいの根性あるので、はいはい、まだそれができるかどうかですよね。で、残りのじゃあその 99% は何してるかというと、これはですね自動運転です。そうですね、はい、はい、まあ、いわゆるドルコスト平均法で買うのみですよ、はい、そうですね、はい、で なんで 1% のエンタメやってるかというと、それがエンタメだからですよ。そうなんですよ楽しいしやりたくなっちゃうんですよね吉田さんはでもすごいよね。いや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 、エンタメ専門だよね。そうなんですよね、自動運転もやってるんですが、ええ、楽しいじゃないですか。やっぱり KKD の方が 前にだってほら2万7000円割った時ともガツッといってますよ。そうなんですよ、あれめっちゃプラスでしょ。そうなんです、これねプラス券、これもねまた大事で、はい、あのしっかり本体が、まあ、あのプラスになってると、はい、まあ、プラス券の中でのこうリスクテイクみたいな感じなんで、あですね、安心ですよ、ね、安心感出るんですよ、はい、そうなんです、これがねもうねカツカツでもう最後のもうこれで負けたら終わりみたいなやつやるとダメなんですよ。そうですよ、ね、ここで失ったらもう後がないみたいになるとちょっとこうあのなんていうんですかね、タイミング逸するっていうか、はい、思いっきり勝負できないんですよね。そうですよね、ギャンブルになっちゃいますよね、うん、そう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 、あのまあ日本海軍みたいなもんですよ昔の。あの補給があんま来ないから、はい、ちょっとほら温存主義に走って勝負かけられなかったりとかして、本田勝てたところちょっとリスク取れず負けちゃったみたいなのも結構あるんですけど。そうなんですね。そうそう、あの 1% でも最後もう全滅してもいいと思ってれば、はい、まあ、ちょっとここだって時にリスクを取れるんですよ ね、はい、そうですよね。そうで昨日もひょっとこれちょっと KKD かなと思ってたもん、はい、昨日もね思ってたんですけど、昨日ちょっと忙しくて買う暇なかったんだけど、あーしまってもう今日上がっちゃうなと思ったら、はい、今日もダダ探しなんでもう今日行くしかない、今日ですよラッキーって感じで、よかったですね、今日は行かせていただきました、はい、果たしてね、鬼と出るか蛇と出るか、いいじゃないですかきっとどうかね、まあとりあえずだからまあ午前中のね、はい、まあそう午前中ガツッといったんで、あこれもちょっと一気にオーバーシュートして、はい、みんな我に返るパターンかなと思ったんで、はい、まあ、今回行かせていただいたんですが、まあ、我に帰らなくてもですね、はい、トランス状態続いてもね大丈夫です。続きますかね皆さん、いや、まあ、続いたら続いたで、ね、もっと買うだけですから、ね、はい、そうですね、はい、ちなみに前回3万7000円ヒットした時、はい、あの時あのほぼそこで買えたんですよ。おほぼその場中のオーバーシュートの時にほぼ拾えたんですよ、はい、
で今回はその時の2倍の金額にしてみました。すごいですね。せっかくなんで、だってこんな奇跡なかなかないですよ。ないですよね。ご利益がありますからね。そうですよ、ね、来ますね。3泊ってしました。2泊です ね、 ですね神様みたいな感じでね、はい、まあ、ちょっとやってみたんで、まあ、どうなるかね、まあ、そういうちょっと実践も含めてやってるんですけど、そうですね、まあ、でもここで KKD したってことは私の長期的な見通しは何なのかということですよね。わかりますよね。わかりますよね。ここで、はい、まあ、詳しくはジョネトラダムスの秘密の、ジョネトラダムスからの秘密のメールに書きますけど、はい、まあでもちょっともう兆候現れてますね。出てますか。うん、だってあれでしょ、イングランド銀行が利下げでしょ。はい。で、FRB も利下げでしょ。はい。日銀どうするかね。どうでしょう。混乱してたらやらないかもしれない、ね。ですね。年内で2回だとは思ってんだけど、はい、混乱してたらやるかどうかってところで。そうですよ。で昨日ね、ちょっと実は中立金利の話をしたんですよ。はい。中立金利って、何かというとですね、ざっくり言うと、はい、実質金利ベースで、はい、マイナス 0.5% ぐらいが中立金利って言われてるのね。なるほど。でそれはその、ね、どういう金利かというと、完全雇用を達成した状態の、はい、でなおかつインフレも大して起こってないという中立なんです。なるほど。そう、完全雇用を達成してインフレにもならないっていう金利が大体まあそれぐらい試算されてて、はい、で、まあ昨日というか一昨日の決定会合の、はい、0.25% という政策金利決まったでしょ。まああれを基準に考えるとあれ短期金利なんで、はい、短期予想金利なのね。なるほど。との比較なんですよ。はい、ね、短期、ごめんなさい、短期予測金利じゃなくて短期の物価上昇率、ごめんなさい。なるほど、短期物価上昇率と、うん、そうそうそう、そう、元の公式がね、もう書いた方がいいかな。お願いします。元の公式がね、名目金利、はい、見えますかね。名目金利引く引く物価上昇率なの。はい、こちらですね。上昇率ね。名目金利引く物価上昇率、そうそうそう、これが、まあ、実質金利なんですよ。はい、実質これなんですよ、はい、でこの名目金利ってのじゃあ何が名目金利なのって話になるわけ。そうですね。でこれをだからまあ、この間の日銀の短期金利ね、短期、無担保コール翌日もの誘導目標の 0.25 と見た場合には、まあ、これと同じですね、短期の物価予想物価上昇率、はい、ね、短期の予想物価上昇率をここ求めなきゃいけなくて、でそれね 1.6% ぐらいなんですよ、はい、そうすると 0.25-1.6 でしょ、はい、だまだマイナスだ。そうですね。マイナス 1.35 か、はい、でしょ。なの で、 で、ね、全然マイナス 1.35 だと実質予想実質金利が、はい、そうするとさ、これマイナス 0.5 でいいんだもん、中立金利が。なるほど。うん、なんでもう全然まだ足りてるわけ、はい、余裕なんですよ。そうですね、はい、なんであと1回利上げしてもまだ全然余裕だし、はい、あと2回ぐらい利上げしても平気ぐらいな勢いなんですよ、はい、あと2回利上げしても、まあ、このままだったとしたらあと2回利上げしても、マイナス 0.5 あ、そうね、マイナス 0.53、0.85 か、はい、0.85 ぐらいなんで全然まだ余裕なんですよ、はい、ここはだから 0.5 ぐらいが、まあ、おそらくその推計されるね、中立金利だと言われてるのね。ここは大事なんです。そうそうそう。で、物価上昇率が上がってきちゃうと、はい、これはむしろマイナスに引っ張られるでしょ、引く数が増える。あ、そうですね。そうそう、はい、なんで日銀が無理してですね、あんまり金融緩和しすぎると、はい、ここは上がっちゃうんですよ。なるほど。で予想実質金利がどんどんこうマイナス方向にで、はい、なんでこれちょっとインフレを起こしすぎる。ああ、ここが2になってしまうと。そう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 、インフレを起こしすぎる可能性があるので、はい、だからまあ適度に抑えると。で逆に締めすぎると思ったら失業率増えちゃうので、なるほど、締めすぎてもいけない。はい、でこれはだから0.マイナス 0.5 ぐらいに、誘導するっていうところがポイントなんですけど、はい、まあそこが皆さんちょっとなんですか。いやもうこれ低ければ低いほどいいみたいな話。そうですね、なってます、ね。いやでもね、それは間違いじゃないんで、それ言ってる人もいてね、間違いじゃないっていうのはどういうことかというと、デフレの時はいいの、これ低ければ低いほど、はい、だってドーンと押し上げなきゃいけないから、ね、一貫をめっちゃ低くしてドッカーンみたいなのはいいんです、はい、でもある程度物価上昇率が上がってきたらそれはダメなんですよ、はい、タイミングがあるんですね。そうで、それってね、リフレは昔から言ってきたことでしょ。はい、そうです ね、金融緩和してデフレを脱却したら金融緩和終わるんですって、まさにこの理論じゃん。そうですね、中立金利の話でしょ、はい、でこれ何を隠そう、これ言ってんのさ、岩田紀子先生なんだよ。おお岩田紀子先生が産経新聞のインタビューとか、はい、時事通信のインタビューで答えて言ってんのこれ、はい、だから無理してそのまあ、
この金融緩和ね、はい、続けたりとか、あとね、一部のリフレ派はね、まあ、ちょっとでもその金利上げたらね、デフレに戻るみたいな主張してるけど、それはさすがに言い過ぎだということで、はい、まあ、最近リフレ派の皆さんも多くはね、デフレに戻るとは言ってないみたいなね、はい、感じでトーンダウンをしてきてたんですけど、前はデフレ戻るって言ってたんですけど、はい、まあ、いつの間にかトーンダウンしてん。でも 2% の目標は達成できないみたいな、まあそんな話なんですけど、はい、でもこれもまた今日、これもね、八重洲のまあ投稿でね、もう今日はもうスペシャルなんで、言いますけど、はい、言っちゃいますけど、まあこれ浜田光一先生がこれまた言ったの、俺の師匠が言ったの。おぉ、ね、何でしょう。先生が言ってて、で、それ最初聞いた時、はい、先生そうなんですかと。でもやっぱりなんかちょっと原理的にね、はい、原理主義的にやっぱ 2% 目標って大事なんじゃないですかって俺は言ったんだけど、はい、今思えば浜田先生に言ってるのが合ってたなと。浜田先生曰くね、物価上昇率がまあね、プラテンして、はい、まあ 1% でも 2% でも、その時点で完全雇用達成したら、もうそれでいいんだよと。別に 2% こだわらなくていいじゃん。完全雇用が目標なんだからさ、と。ね。金融政策って何のためにあるのと。失業減らすことでしょ。何が問題なのみたいなこと言ってて、だから 2% 目標いかなくたっていいじゃんみたいな話で、いや先生今この時期に言うのはちょっと早すぎますみたいなふうに言ってたんだけど、最近俺は浜田先生の言う通りかなと。すごいですね。うん、だって完全雇用を達成してるんだったら、はい、達成してそれぐらいだったら、はい、まあ、それが実力なのかもしれないんですね。そうですね。で、まあこれについてはですね、まあ、ちょっと詳しくは今日の秘密のメールで書こうと思っているんですけど、はい、まあ、とにかく日本経済にとってとても大事なことは完全雇用を達成することです、はい、これが皆さんにとって一番いいこと、はい、ね、で今景気がいいのか悪いのかと言われれば、はい、昔に比べればだいぶいいですよ、はい、だってほぼ完全雇用じゃん。そうですね。でしょ、はい、でまだ悪いとか言ってるんです。じゃあそれはあなたの体感がそうでしょ、はい、あなたの給料が上がらないからでしょ、それは転職でもしなさいみたいな話で、はい、関係ないですよ。そうじゃないの。だから昔に比べて、ね、例えば2010年、はい、ね、2010年民主党政権の真っ只中、はい、東日本大震災の直前、あの時と比べてね、まだリーマンショックの余波があって、はい、でその後民主党政権2012年まで続いたけど、そうですね、あの頃に比べて今はいいか悪いかさ、いいんですよ。いいですよ ね。でそれで景気循環があって、まあ良かった時悪かった時あると、はい、あるけど、まあ、全体平均してみればあの時よりいいじゃん、はい、でそれは何をポイントに言うかというと、これはもう完全雇用か、はい、ね、そうじゃないかということ。失業率めっちゃ低いしさ、はい、そうですよね、新卒の内定率超高いし、はい、若い人給料結構もらってんじゃん今。お3年目でお前こんなもらってんのみたいな感じになってますよ今。全然悪いことないと思うんですよ、はい、だからそれをだから恩恵受けらんない人、努力足んない人をさ、まだ景気良くなってないとか言ってさ、なんかツイッターで俺に絡んでくんだけど、え、そうなんですか、お前の努力不足だよ。それはピーつけバーつけったってお前給料上がんねんで、転職でもしたらみたいなリスク取んなよとかね、我々みたいな KKD するんだよ。そうですね。ね、でだからまあ、 給料が上がってくるのって最後だからちょっと時間あるので、はい、それまでのタイミングでNISA始まったんだから、NISA ぶっ込んでさ、そうですよね、でそれ買い方も、あ、でもNISAもね、はい、買い方云々の前にさ、今年のね、はい、1月にぶっ込んだ人、はい、これちょっと1年チャート出してみるけどさ、ちょうど今プラマイゼロぐらいじゃない。あ、そうなんですか。今年のNISA始まった瞬間にぶっ込んだ人ってさ、だって3万3000円ぐらいの時にぶっ込んだから。あ、なるほど。でこの後ドーンと上がったのよ、はい、で上がって3万5000円ぐらいまでしか行ってないから、はい、だからその上がってちょっと遅れて買った人でも、今年のね1月中に買った人、これがね1月の9日かな、1月9日のあの爆上げ、はい、始まってすぐに買った人は結構プラスなんじゃないかなと、はい、1月中に買った人はね、はい、ちょうどあれですね、今日一番下がった水準が2月ぐらいですね、はい、2月の上旬ぐらいまで、はい、だから NISA 始まってバーッと飛びついて、はい、ウェーヒャハーって買った人はまだセーフです、はい、まあ、そうですね、ギリギリプラスです、はい、でそれ以降遅れて買った人は多分全部やられてます。なるほど。で遅れてどういう買い方したかというと、もう持ってる時に全額入れちゃった人、これアウトです。俺いつもこの程度相談を受けるときに、最低12分割して12ヶ月に分けて買ってくださいって言ってたんですけど、だから12ヶ月に分けて買ってる人はこの後安く買えるんで。そうですよね。そう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 、はい、うん、プラテンするのも早いんじゃない、年末小分けがいいですよね。そうそう、小分けで、小分けできればね、24ヶ月36ヶ月で買ってくださいって言ってたのよ。だそういう風にやってた人はさ、うまくいったけど、ヒャッハーって言ってさ、え、なんか株が上がってるらしいよって3月ぐらいにウェーって飛びついて KKD とかやった人はもう全部死んでます、はい、いやーショックですよね。怖いですね、はい、いわゆる相場用語で言うところね、振り落としってやつですね。振り落とし、誰が振り落としてるんだ、いやーシェイクシェイクみたいな、怖いですね。まあまあ感じなんですけど、はい、まあちょっと小難しい話がいろいろあるので、ここはですねちょっと詳しくは八重洲イブニングラボの方でね、はい、ご説明をさせていただきますが、まあ、私も吉田さんも今日 KKD したということはですね、はい、まあ、基本的にはまあいずれ上がるだろうと予想してるということですね。いずれ上がるだろうと思ってるんですけど、はい、いずれが、2年後なのか、はい、2時間後なのか、はい、誰にも分からない、分からないですね。2時間後にまたもう一段大きな下げが来ていてあるかもしれないですね、みたいになってるかもしれないんですけども、もう一回やってるかもしれないですね。もう一回 KKD やってる可能性もありますけどね、はい、まあ、それも分かんないんですけど、はい、まあどうでしょうね。でもこう短期的な値動きってここまでね、はい、まあ明確に下がるとね、
うん、まあ下がったら上がる、ね、そうですね、上がったら下がるという、まあ、短期の変動ですので、ですね、まあいずれは上がるとは思うんですけど ね、こんなに下がると思っていなかったので、まあこれをこう楽しんでちょっとずつこうつまみ食いしてるような、はい、あのむしろ戦力は蓄次投入した方がいいんですよね、はい、そうですよね、はい、株はね、あの本当戦力の蓄次投入の方が基地かなと思いますので、はい、まあ、皆さんその辺ね、ぜひちょっとね、まあ辛い辛いお通夜のような方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、逆にね、今日ヤエスイブニングラボはね、もうヒャッハーしてるんですよ、みんな。そうですね、いくぞーみたいな感じで、はい、めっちゃ盛り上がってて、はい、そうそう、証券会社に金移しましたみたいな人がもううわーってコメントがついてて、やっぱできる子ちゃん違うね。私も移して買いましたよ。あ、ですよね、はいはい、なんでできる子ちゃんになりたい人はね、ぜひヤエスイブニングラボの方にお越しいただけるといいかなと、はい、いうふうに思います。まあやっぱりね、最後は経済学の理論通りですから、はいはい、なんで、まあ、アメリカの景気もですね、まあ、これでね、まあ、多少混乱はあると思うんですが、そうですよね、あとは思うんですが、まあ、どうなるかね、どうなりますかね、いつどれぐらいにどうなるかっていうのはね、ちょっとすいません、今は言えませんので、はい、ただ混乱があるということ、混乱はまあある、もう今日してますから、昨日してますからね、はい、はい、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、まあ、皆さんね、まあ、せいぜい頑張れよということで、はい、はい、午後も楽しみですね、そうですね、はい、午後も楽しみです。なんで、まあ、ぜひですね、今日の夜9時に配信されるジョネトラダムスからの秘密のメールね、はい、ぜひ皆さんね、まあ、読んでいただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで、じゃあこの辺で終わりしますかね。そうですね、はい、じゃあジョネトラダムスフライデー、また来週、さよなら。